まもなく一番線に姫路行き普通車が3両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は大潮で姫路行き直通特急に接続します。一番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく2番線に姫路行き直通特急が6両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。次は新井に止まります。この電車は白浜宮にも止まります。この電車は大潮で姫路行き普通車に接続します。まもなく2番線に回送車が参ります。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。2番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。2番線の電車が発車します。ご注意ください。まもなく3番線に阪神大阪梅田行き直通特急が6両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。次は東深見に止まります。この電車は東深見で須磨行き普通車に接続します。3番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。まもなく4番線に阪神神戸三宮行き S 特急が4両で到着します。危険ですから黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は東深見まで各駅に止まります。この電車は藤江で高速神戸行き普通車に接続します。4番線の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。